中日、ビシエド外野起用。立浪監督はビシエドの起用法について、打撃状態が良ければと状況次第では外野起用することを示唆。個人的な考え、ビシエドの外野起用は反対。メジャー最終年度の外野守備はかなり悪い。そこから8年経っているため、さらに悪くなっていると考えられる。そのため、ビシエドの外野起用はこの守備のマイナスを帳消しにできる打撃成績を残して初めて考えられるプラン。鵜飼、ブライトの起用を優先する方がいい。現在、ビシエドは34歳で選手生命は長くはない。一方で、鵜飼、ブライトは24歳でこれからチームを担う選手。また2軍やフェニックスリーグで覚醒の兆しも見せている。長くチームを強くするためにも、鵜飼、ブライトに1軍経験をさせる方が長い目で見た時にいい。個人的には中日はこの構図でポジションを争えばいいと思う。